三笘は浅野に切れてもよかった。浅野嘘だろこれ、ディフェンダーやん。三笘にマーク集中している。もう有名人の一人なんだろう。スルーされるセンターフォワード。浅野の頭の悪さには毎度驚かされるな。これよく見たら浅野が敵に突き飛ばされてんだよな。敵もうまいわ、浅野で妨害してやるって突き飛ばしてるんだから。本来なら浅野が敵が三笘の妨害に行かないよう壁になるぐらいのことをしないといけないんだけど。よく見ると2番が浅野を手で押してスペースを埋めたな。走りながら流れの中で敵のストーンを利用するダイナミックなカーリングでもある。三笘が前向いてボール持ったら周りはどうするのが正解なのか、信じてゴール前に走るだけ。サッカーって試合の合間に時間がたっぷりあるのに、打ち合わせとかしないの？打ち合わせするだろうけど、そもそも浅野は味方を生かすような走りをするタイプじゃない。三笘の前に浅野を配置したらそりゃこうなるよねって場面でもある。1分でわかる、サッカー反応集。